ますよ。一戦邪魔よ、覚悟なさい。よし撃破、あたしの番ね。当たって、あたしの番ですね。できました、ビッグデーズ。そうです、覚悟しなさい。明快に落ちなさい。決めるわ。当たって、もう出てくるから。そうなるのよ。行きます。やるじゃない。ま、あたしには遠く及ばないけどね。そんなことないよすっかり仲良しさんですね。そうね、助け出してから初めてじゃない、あの子があんな風に笑うのって。ちょっとジェラシーです。あたしの方が仲良い付き合いなのに。子供相手にやきもち焼くんじゃないの。なーに、ダンジョンのど真ん中でほのぼのしてんだよ。え、あやさん、コンポさん、ザコは先に始末したぜ。あとはガキンチョ、てめえだけだ。誰よあいつは。下っ端、犯罪組織マジェコンヌの下っ端だよ。だから下っ端って呼ぶんじゃねえ。マジコンヌ、いいわネズギア、下がってて。あんなやつ、私がやっつけてあげる。うん、私も戦う。また私の大切な人を傷つけて絶対許さない。は、意気がってんじゃねえよ。こないだは油断したが、たかがガキンチョ二人ケチョンケチョンに。なんだそりゃ、聞いてねえぞ。瞬殺してあげる。覚悟はできてんだろうな。もう迷いはありません。あ
相手が誰でも負けるつもりはないわ。逃がさない。蜂の巣をしてあげるわ。さて誰からぶっ殺してやるかな。迷いはありません。さあ、私の相手は誰かしら。逃げたの。逃げられると思っているの。メガネとしてみんなを守りたいんです。やりやがったな。クソがー。みんなもゲーム業界も私が守ってみせます。レベルアップ。これは通過点に過ぎないです。まだまだレベル上がって。この力ならいけるわ。汚ねえぞ。女神候補生が二人がかりなんて覚えてやがれ。メグリア、あんた。ユニちゃんがラステーションの女神候補生だったんだね。よかった。私ユニちゃんのこと探してたの。私と一緒に戦ってくれるよね。お姉ちゃんたちを助けてゲーム業界を救うために。触らないで。なんであんたがここにいんの。なんでお姉ちゃんじゃなくてあんたが。それは3年前私は連れて行ってもらえなかった。私だったら助けられたかもしれないのに。あんたじゃなくて私だったら。ごめんなさい。確かに私は何もできなかったけど、でも今からでもお姉ちゃんたちを。うるさい。話しかけないで。もう二度と話しかけないで。待って、ユニちゃん。あのスタッパー、後ろからいきなりなんてやってくれるわね。ひどい目にあったです。あら、ユニちゃんはどこに行ったですか。ユニちゃん全然見つからないですね、ゲームキャラさん。これだけ聞いてもダメってことは、町の人は誰も知らないんでしょうか。そうね、仕方ない。教祖のとこに聞きに行ってみましょうか。教祖？あ、そうですよね。ラステーションにもイースンさんみたいに教祖がいるんですよね。アイちゃん、気づいてたならなんでもっと早く言ってくれないですか。仕方ないって言ったでしょ。あんまいい評判聞かないのよね、ここの教祖。失礼します。お邪魔します。ようこそラステーションの教会へ。僕がこの国の教祖、神宮寺慶だ。僕に直々に話があるそうだね。プラネテューヌの IF さんにコンパさん。はっ、私たちのこと知ってるですか。情報収集はビジネスの基本だからね。あなた方がこの国に来てからの動向は一通り押さえさせてもらっているよ。噂通りのやつみたいね。私たち、イニシエのゲームキャラを探しているんです。ケイさんは何かご存知ないですか。